こんにちは名古屋の伊藤です。今日のこの動画では自律神経の一部である交感神経の役割についてお話をしようと思います。交感神経が興奮すると僕たちの体にはどういう反応が出るのかということについてお話をします。まず交感神経っていうのはだいたい T1 から L3 のレベルから始まりますよと。 で、このなんか前側にある目玉みたいなやつ、ここにある目玉みたいなやつってのは神経節って言って、こう、追前神経節とか交感神経管っていう、まあ神経節っていうのがあるので、それを、えー、表していますよということですね。では、まず、えー、この T1234 のとこから見ていきましょう。上の方から下の方に向かって今日は行きますよと。T1234 から出て、 こう来て、ここに接続をして、ここにある3つの神経節のこと、今接続した一番上の神経節のことを、上径神経節と言います。そして、この2番目と3番目っていうのが、真ん中がですね、省略しますが、中径神経節っていうのと、 家系神経節と言います。で下神経神いうのはもう一つ呼び名がありまして正常神経節とも言いますではまずこの3つに、ね、関わる神経節からの流れというのをお話ししていきますまずは上径神経節からですね青色で書きましてこう繊維が伸びていってこの血管を、ね、取り巻くようにしてから流れていきます これねまあいろいろ血管がありまして僧経動脈とか外頸動脈とか内頸動脈それに関わる神経層っていうのがあるんですがまあ、ここではね頸動脈神経層としましょうか。 で、これ最後に PL って書いたのが、これ神経層を英語で言うとブレクサスっていうんですけど、その頭文字を取ってここでは PL としています。なぜかというと、今日ここではですね、神経層っていう文字がいっぱい出てくるので、えー、省略した PL と書いています。が、これは一般的な解剖学用語とか省略語ではなくて、あくまでこの動画では神経層のことを PL と言っていきましょうという前提でいきます。 ではこの頸動脈神経層っていうのを通ってどこに行くかとどこに行くかというとまず目の方に向かっていきます目の方に入っていって、まあ、主にね2つの役割をします1つが瞳を開く、まあ、これを俗に と言います瞳ってねここのことですねここのことを開く役割がありますなぜかっていうと交感神経が優位になった時っていうのは僕たちは、えー、ストレスを感じてるわけですよなぜかというと今から戦うのかスポーツをしないをするのか格闘技の試合をするのかとかやばい危険がある逃げろっていう状態なんですよねそういう時に瞳っていうのはより多くの情報を仕入れようとするので、ね、瞳が開くということですねそしてもう一つ これね、盲腰体筋というところがあるんですよ。盲腰体筋が興奮します。収縮します。盲腰体筋が収縮をしますと、まあ、沈焦体っていう人体が緩みまして、結果的にレンズが熱くなると。レンズが。 熱くなるということで、こう遠くをより見れるようになりますと、これが目に関する交感神経が優位になった時の働きですね。参道っていうのとま猛用体験っていうのが収縮して、レンズが熱くなる。結果的に遠くを見れるようになるということです。これが目に関する交感神経の役割でして、まだね。あります。 例えばこう来て、この二つ細胞的な感じでやってるんですが、これが唾液腺と類腺だと思ってください。まあ分泌系ですね。顔にある分泌系にも働きます。ここでですね、と交感神経っていうのは神経伝達物質としてノルアドレナリンが分泌されますね。基本的には。で 基本的には交感神経っていうのはその細胞に向かってノルアドレナリンが分泌されます、まあ、血管経由で行くこともあるしね唾液腺とか類腺に直接ノルアドレナリンを分泌することがあります例えば先に唾液腺を言っとくってなると唾液腺に関して言えば唾液を分泌するんですよでも副交感神経が優位になっても唾液って分泌されるんですよじゃあその違いは何かっていうと交感神経優位になった時の唾液っていうのは 粘度が上がってます。ネバネバ。よりネバネバの唾液が分泌されると。副交換神経優位になった時は逆です。こう、サラサラで水っぽい唾液が分泌されますよと。だから僕たちがご飯食べてるとき、副交換神経優位になっているときっていうのは、こう物を噛んでね、食べ物を噛んでよりえ唾液と絡ますような感じになりますが、交換神経優位のときは粘度が上がってネバネバになります。そしてこっち側、涙腺の方ですが、交換神経優位になると涙の分泌っていうのが 下がりますこれがねまあ主に顔に関する役割ですねでは次この中型神経節というのと下型神経節もしくは正常神経節から入ってきてここで接続しますね接続してどこに行くかっていうとまあこう,こう一直大しましょうかまあ心臓そしてえー 肺とか気管とかあとは食道ですね食道かき書いてないので、まあ、ここがね食道としましょう食道にも行きますよとで心臓に関して交感神経が優位になるとどうなるかと心臓に関して交感神経が優位になると例えばもう一回言いますが僕たちが危険に面しているとか今から戦わなくちゃいけない興奮状態になると僕たちの心拍数どうなりますかねもうドックンドックンってこう何て言うんでしょう心拍数が上がりますよね 心拍上がります。それに伴って血流も上がりますし血圧も上がりますなぜかというとその筋肉とかに血液を送らなくちゃいけないからですね今すぐ逃げるかそれとも戦うかっていう準備をするために血液を多く流さなくちゃいけないという情報ですでは次肺の方行くと肺の方の反応はどうなるかっていうと気管支の直径が上がると 端子の直径が広がるということで空気をより遅れ,す遅れるようになりますねと。でここ、まあ、黄色で書いた食道に関して言うと食道に関して言うとぜん動運動っていうのが落ちますよと。 がなぜかっていうとぜ導うっていうのは食べ物をこう胃に送っていったりとか、まあ、胃とか大腸とか小腸でも前導って上がるんですあるんですけどもその前導っていうのは食べ物を次の期間に送るっていう役割があるんですよ。 ですけどこの全胴っていうのは消化の働きじゃないですか一つねいわゆるいわゆる消化の動きですよでもその緊急事態の時に僕たち食べ物を消化したいかって言ったらそんな暇ないわけなんですよとにかく逃げろとにかく戦えっていう状態なので基本的に今日挙げる消化器系の中で全胴運動とか消化の動きは抑圧されます交感神経の時は基本的に食道とか他の消化器系っていうのは動きが落ちますということですね で、心臓とか食道とか肺にも、これね、神経層っていうのがあります。それが、例えば、心臓、神経層ですね。覚えてますか今日のこの動画では、神経層っていうのは PL で表しています。あとは、食道、神経層。あとは、 肺神経層とかですね。こんな感じで交感神経が優位になると基本的には心拍数上がる血圧上がるで消化器系の動きが下がるあとは息を吸うために気管支の直径も上がりますよということですでは次ですね T5 から T9 までの領域こっからここまでの領域から、まあ、いろんな神経が来るわけですよで特徴としては、まあ、頸部の神経節みたいなここで接続はしません この追善神経節みたいな感じで、こことは接続をせずにですね、とある神経節の方に行きますと。ここでは接続をせずに、とある神経節の方に行きます。ですが、この神経のことを何神経かっていうと、大内臓神経と言います。 えー、追前神経節と接続はせずにそのままま流れてきますでここで神経節と接続があります。まあ、こんな感じで接続させましょうかね。この大きな神経節何神経節というかというと 空神経節と言いますこの腹腔神経節すごく大事でこの腹腔神経節と絡んでいる動脈っていうのがあるんですよそれが腹腔動脈です腹腔動脈とか腹腔神経節っていうのはみぞおちあたりにあるのでここがね思いっきり衝撃を受けるとこういった腹腔神経節とか腹腔動脈に影響がいきますよというところですねすごく大事ですでここから腹腔神経節神経がいろいろ伸びていきましていろんなところに接続していきます例えばいいですよね 胃、e、とか肝臓とか胆のとかですね。あと、まあ、膵臓だったりするわけですよ。まあ、あとは肥臓にも行きますね。で、これらの基本的な働きっていうのは、まあ、消化器系っていうのは僕たち緊急事態にいるときには基本的にはそんな動かなくていいわけなんですね。じゃあ胃、e、に関してはどうなるかっていうと、全道は下がりますね。あとは吸収も下がりますねと。消化してる場合じゃないと。で、栄養も取り入れてる場合ではないと。 吸収も下がるし、分泌も下がります分泌も下がりますよとあとですね肝臓に関して言うとどうなるかと肝臓っていうのはいろんな働きがあるんですがこうねまあグリコーゲンを分解してこれから筋肉に栄養を供給するための働きがありますグリコーゲンっていうのはねグルコースになるものですからね グリコーゲンを分解して、ここから血液に乗せて、まあ、筋肉との栄養になるっていう作用があります。あと、こいつらですね、胆のとかですね、胆の胆ま胆、あ。胆って書きましょうか。っていうのは、まあ、胆汁とかの流れも減ります。胆汁とかの流れが減るっていうことですね。これも消化器系なんで、胆汁の、えー、便秘が減るということです。そして、ちょっとね、これ、膵臓なんですよ。この黒で書いた。 えものが水蔵なんですけど膵臓に関して言えばどういうものがやメインな役割だと思います膵臓っていうのはよく聞くのがインシュリンの分泌ですよねインシュリンの分泌なんですがインシュリンの役割っていうのは血糖値を下げるんですよですけど緊急事態っていうのは筋肉が動かなくちゃいけないので血糖値下げちゃいけないわけですね血糖値を上げるんですということはインシュリン下がりますとその代わりに血糖値を上げる グルカゴンの分泌が上が上りますすよとということです基本的に体っていうのは血糖値を欲してるわけなんであとは消化器はいらないっていうことでまあそういうのが交感神経が働くとこうなりますよねということであと一つのこのね脾臓っていうのはそこまでねめちゃめちゃ大事な役割はしてないんですがその周辺のまあ、で収縮が起こるということをですねそこまで大事ではないですねでこれが腹腔神経節からの分岐ですでですね大内臓神経の方から分岐があって でここで接続がまたありましてここの神経節のことを上腸間膜動脈神経節って言うんです長いですね上腸間膜 <laughs> 上腸間膜動脈神経節動脈が長いんで A で書きます A 神経節。 上膜動脈神経節でここっていうのは基本的にまあ消化器系ですね E より下の消化器系の方に伸ばしていました例えば、まあ、盲腸だったり上行血腸だったり横行血腸だったりあとはまあ小腸の方に伸ばしていますよとでだいたいねこの血腸局の辺り左血腸局たりでこう分岐がえっと 止ままっていきます。ここかから下、下降結とかっていうのは、まあ別のは別領域になるんですね。これもあの解剖書によって範囲っていうのは分かれてくるんでとある本ではなんか左結腸局って言ってるかもしれないしとある本では横向結腸の後ろ3分の1っていう教科書もあるかもしれませんがこれは教科書によって変わってくると思っているので教科書をいろいろ参考にしてみたらいいんじゃないかと思います。でこの上腸管膜動脈神経節っていうのは基本的に消化器系だと。 じゃあ、シンプルですね。今日言ってきた交感神経が働くと、基本的に消化器系は落ちると、全動が、全動下がる。まあ、吸収も下がると。で、あとは分泌とかいうのも下がりますよね、と。で、具体的に言うと、この吸収っていうのは主に、 ね、この小腸の方で起こるわけですね栄養の吸収っていうのは主に小腸で起こるんで、まあ、大腸の吸収っていうのはあと水分とかね電解質なんで、まあ、ここ厳密に分けるとしたら栄養の吸収っていうのは小腸で起こりますよねということですが、まあ、これらは抑圧されますはいこれが上腸間膜動脈神経節ですねでもう一つねちょっと大事なとこがあるんですよここは分かれてきて副腎の方に接続をしていきますが神経節っていうのを返しません ここではですがまあ神経節あるっちゃあるんですがちょっとね特殊になってきますそれがですねクロム神話性細胞っていうんですよまあクロム神話性細胞っていうのは副腎にありましてそこからこう血管の中にあるホルモンが分泌されますよとそれが アドレナリンとノルアドレナリンですね。まあ興奮する方ですね。テンション上がる方のホルモンですね。このアドレナリンとかノルアドレナリンっていうのが、こっから副腎からノルアドレナリン、アドレナリンっていうのが分泌されていきます。まあ、これが大内臓神経からの分岐っていうことですね。では次いきましょう。T10 と T11 のとこから伸びる神経です。まあ、これも、まあこのせん、ここの神経節では 接続せずに、まあ、こういくんですがここの神経何神経かっていうと小内臓神経と言いますでここでねえ別の神経節と接続をするんですがここの神経節なんていうかというと大動脈人動脈神経節といいます長いですねこれちら省略しますね大動脈 人動脈神経節。大動脈人動脈神経節っていうのがあるんですね。で、ここからまあ腎臓の方に向かっていくんですが、じゃあこの腎臓っていうのはどうなるかっていうと、僕たちが今から戦うぞを逃げるっていう時に、腎臓っていうのはまあ水分をろ過して尿を作るわけなんですが、まあ、そういう暇はないわけなんですね。なので、尿の生成は、 落ちるわけで、すねであと一つ、まあ、腎臓に関して深くは言っていかないんですが、レニンっていうのを、えー、分泌しますと。まあ、ここでは詳しく言いませんが、レニンっていうのが分泌されます。これが小内臓神経からの大動脈、人動脈、神経節っていう流れですね。で、もう一つ、T12 から出るっていうね、神経も出てくるんですよ。それがありまして、T12 からこう起きて、また接続はせずに、通、まあ、ある神経層と絡んでいきますと。 それが人神経層ですね。人神経層、人 PL と書いて神経層ですね。人神経層と言います。で、このね、T12 から出てきた神経っていうのが、最小内臓、ちょっとスペースがないけど、最小内臓神経と言います。 で、この最小内臓神経っていうのは、まあ、腎臓へのね、えー、働き、アシストするような感じで、まあ、小内臓神経と似てるんですが、まあ、腎臓の方にも行くし、尿管の方にも行きますと。で、尿管、これね、どういう役割をするかっていうと、腎臓と一緒で、おしっこ流してるとか溜めてる暇ないわけなんですね。なので、尿管の前導は、 落ちますよねと、まあ、基本的に筋肉以外の余分な機能っていうのは落としたいわけなんですね。筋肉とか肺とか血液への供給が多くなるんで、それ以外の消化器系とか泌尿器系っていうのはそこまで働かせたくないっていうのが交感神経ですね。では次。まあこれね、結構多くなってくるんですが、L1 から L3。まあ、L1 からこう来て、こう来て、こう来てね、こう来るんですが、でこの神経っていうのが、 腰内臓神経と言います。内臓神経ですね。で、ここからどこに行くかっていうと、さっき言った消化器系に行くんですね。ずーっとここから辿ってきた辿ってきた、たってきて、たってきて、たどってきて、 今度はねさっき言ったこの下降結腸の方とか S 状結腸の方とか、まあ、直腸の上部の方に神経を伸ばしていますあのさっき言ったのはまあこの辺りはですね左結腸局の方までの全動運動下がる吸収下がる分泌下がるって言いましたが今度は下降結腸とか S 状結腸とか直腸上部の全動下がる吸収下がる分泌が下がるっていうことなんですよねこれが第 これが腰内臓神経からの分岐で出てきたものですねでこっからまたねいろいろ分岐があるんですよこっから来て大内臓,腰内臓神経から来て、まあ、膀胱の方にも影響がいきますとでこれがですね上下腹神経節っていうところを通っていくんですね上下腹神経節 副神経節なんですが具体的に言うと排尿筋ですね排尿っていうのは基本的に下がるわけですよ排尿っていうのはしたくないので排尿をつかさどるここの筋肉っていうのが収縮しますよとあとここにある内尿道活躍筋というものがあります 尿道筋ですすねでここが収縮をしますと、まあ、排尿っていうものをしたくないのでこれらの筋肉が収縮をして排尿っていうのをしないようにするわけなんですよね。でですね他にもありますよとこれ結構分泌が広いんですが例えば T10 とか、まあ、T11 とか T12 からの L2 ぐらいですね。まあ、T10 から L2 ぐらいいいのの範囲ででまた神経っててうのが出ていくんですよこう来てこう来てこう来てまあ男性器女性器の方に接続をしてでこの名前っていうのがこれらの神経層っていうのがありましてここを形成している神経層のことですねここを下下腹神経層と言います。 下腹神経層ですねで。そこに行くまでの神経こいつのことですねこいつのことを仙骨内臓神経と言います仙骨内臓神経ですでこの下下腹神経層っていうのを構成するのがもう一つありましてそれがさっき言った上下腹神経節です 上下腹神経節と仙骨内臓神経っていうのが合わさって下下腹神経層になっていきます。この下下腹神経層の役割っていうのが男性の方では、男性の方では射精です。射精の役割をしていまして、女性の方では子宮の収縮ですね。 子宮の収縮です。ただし、これは妊娠をしていない女性の場合です。妊娠している女性っていうのは子宮収縮したらもうとんでもないことになりますからあの赤ちゃんが出てくるので子宮の収縮っていうのは妊娠をしていない女性の場合ですね。こんな感じでね、えー、生殖系の方にも役割は多く残していますよということです。 はいこんな感じで今日はね交感神経がどこから出てるかというのと交感神経が興奮すると体のどういうとこでどういう変化があるのかどういう反応があるのかということについて見ていきました今日は以上ですありがとうございました